寺島屋樹がお送りする基礎完成英語20回目です。私はそれを見たことがないと書きました。で、これを強調しましょう。私は Never! 全然見たことないんすよって。これ強調したいなって思ったら先頭に移動します。 否定の副詞を先頭に移動すると、後ろは疑問文の順番になるので、ここのところね、never I have じゃなくて、never have I。否定の副詞を先頭に移動すると、その後ろは疑問文の順番になります。 Never have I seen have it という,ふうになるんですね、えー、注意点2つあります。1つ目、Only が先頭に出た時 Only って文法上否定の副詞の仲間なんですよ。例えばさ、Only お前しかいない、しかいないノットっぽいだろ。 ね。文法上 only って not の仲間です。で、えー、この時、だから only が先頭に出ても never が先頭に出たのと同じ状況が起きるんです。ただね、約束事としてはこれ適当に書いたんじゃないのここ。ここに、副詞は書いて。only recently とか only yesterday とかなんか書いて。まあ例文書いてあげるよ。こんな感じ。何でしょうか。recently か。only recently 入ってから、 疑問文の順番。ってことね。意味わかる ?never とか n o t とかのお仲間だよーつって,言っての only って。only プラス副詞のこのまとまりって。だから後ろ疑問文の順番になるよって話。二つ目。前置詞プレポジションね。多数。 ノータス名詞。例えば、in no way とか、under no circumstances とか、前置詞たすノータス名詞見たら、in no way まとめて、グワンとまとめて、never みたいなもんです。文法上は。これ、前置詞。 これの circumstances, 名詞。前置詞の名詞。まとめて一個の never みたいなもん。これでガンとまとめて。これで一個の一つの否定。だから後ろ、I will じゃなくて will I って疑問文の順番になってんの。 まとめると、えー、never とか not とかとにかく否定の副詞先頭出ると後ろ疑問文の順番になります。で、only も、えー、否定の副詞の仲間なんで先頭に出たら疑問文の順番しましょう。ただ only は1単語だけ出てもそうなりませんから必ず only プラス何か、えー、after SV とか before SV とか福祉のまとまりが必要です。もしくは副詞の単語が必要です。で、疑問文の順番を訪れます。 前置詞足す脳足す名詞見たら、確かにこの脳は2単語目だけど、先頭とは言えないけど、前置詞の名詞のまとまりは、これで1個でネバーみたいなもんだから、後ろは疑問文の順番にします。はい。では、えー、問題行ってみましょう。はい、じゃあ問題行ってみましょう。はい、えっ、ー、と、先頭に思いっきりわかりやすくネバーついてるから、疑問文の順番にするんだろうな。 I have じゃなくて have I の順番にするんだな。で、read でいいんじゃないのそしたら ,so frightening a novel.so frightening a novel as this. って言われて、これそうだから ,ke, a, na ですね。さあ、あな 復習してますかどこで毛穴を習ったか自分で1個目から全部見て探してください。どこかの精読に入ってもす僕答え言ってもいいですよ別に。言ったらつまんないもん。みんな勉強しないもん。ね。全部もう一回見てごらん。精読の中で一回毛穴を教えてあるよ。So as to how の後ろを毛穴って教えて、結構前半だから。ね。えー、見てごらん。ね。え、だからここは毛穴の順番で。ここについてはコメントしませんよ。もしお優しい、お優しい、 スタッフの方だったらここに、ティロンってもしかしたら出してくれるかもしれません。ね。えー、そこは、すべてお任せです。えー、私には、私の範疇ではありません。さあ次。さあこれ。これ、オンリー先頭出てる。ね。で、オンリー先頭出てるから、何なんですかこのなんてクサやつ。ああ、もう。えっとね。とりあえずね、ちょっと一言言いたいことがある。集中して。ビカムって単語とオブって単語を見た瞬間に、二つのことを考えてほしい。 1>, 1個目。become of ってセットにできる。ちょっとこれ黒板こよう。はい。become of ってセットにできる。で、セットにしたら熟語ある。こういう熟語ある。だけど、この熟語を使うとき、絶対ここにほわっとある。what, 例えば例文いこうか。what has become of 何々。何々はどうなったのか。 become of っていうのは、主語を f h a t にして、what has become of で何々はどうなったのか。あいつどうなったのどこ行っちゃったの ?what has become of her みたいな。f h a t ないと become と of はセットにしちゃダメ。もし f h a t なかったら多分、普通に SVC のこの動詞のところで become 使って become は doctor みたいに使っといて、全然関係ないとこで of どっかで使うんだと思う。だから簡単なんだよ。 選択肢で並び替え問題で、大事だよ、ここ。ビカムとオブ見たら、セットにするなら、ほわっと咲探せ。見っけたら、ほわっと主語にして、ビカムオブで、時世はいろいろ考えてやれ。ビケイムになるかもしれないけど。で、ほわっとなかったら、違う場所でオブ使って、ビカムとオブはセットにしない。さあ、どっち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 ,どっちセットにするしない。ほわっと、ほわっと、ほわっと、ほわっと。ない。ないから、セットにしない。 The scientific method ちょっと書いてみようか。え h e まだ答えじゃないよ。scientific method が主語。まだ答えじゃないよ。has become c become で、become of にしない。なんで what ないから。become of にしないから、become の後ろ、これ、become は doctor みたいにしなきゃいけないから、 あ、カマン e イってのがあるから。そしたら最後のオブだよ。オブ ing になるからこれ。オブスイ e ングになるから。からビカら b e セットにしなかった。ところが、ここに only 出てるから、ね。only 出ちゃったから、疑問文にしなきゃいけない。このままだと疑問文じゃない。これ前出そう。ここにいちゃダメ。こっち出そう。 じゃあ正解は、has the scientific method become a common way of seeking? でつながるね。もう一度あります。under no circumstances. どっかで見たことあるね。全知識足すノー足す名詞あったら、まとまって never みたいなもんだよって言ったね。全知識足すノー足す名詞。ごめん。一瞬、ごめんね。全知識の名詞。まとまって で、一つの never みたいなもんだよ。後ろは疑問文の順番になろうね。はい、こっち。同じの書いたんだよ。under no circumstances。そしたら、ないない、will I, will I, will I りな。あとは ever がどこに入るかだけど、一般同士の前、ever は一般同士の前に入るから、一般同士の前に入ってる、えー、これが正解。ということになります。えー、っと、こっち戻ってください。こっちもちゃんと 一般動詞の前にエヴは書いときましたね。大丈夫ですね。はい。ということで、否定の当地、ネバーとかが先頭に出たら後ろが疑問文の順番になるってお話をしましたけど、長文の中でね、回答に絡んでくる、えー、かなり大きな部分を占めています。それからさっきのビカウントオブを発見したときに、えー、セットにするのかしないのか、ホワットがあったらセットにできます。そして熟語があります。で、ちょっとわざと私がほんわかさせたのわかる二つほんわかさせたんですよ。 わざとなんですよ、これ。ビカム・オブをきれいに、じゃあビカム・オブの熟語の役何ってわざと言ってないんですよ。なんで言ってないと思うちょっと調べてほしい。やっぱね、勉強ってそういうね、作業があるとね、覚えるんですよ。ここで言われて、ふーんって終わった人と、ね。で、あ、じゃあなんか熟語集に載ってるから、絶対乗ってっからね。ね、調べてみる人の差ってでかいんですよ。これもそうです。アンダー・ノー・サーカムのスですよ。私、この役わざと今言ってないんですよ。ね。まあ、ここだけはごめん。じゃあ言ってあげようか。ここだけは、ねひ、な。 まあ、ほんとは言わないぞ、ほんとはな。えー、どんな状況においても何々ないっていう熟語だよ。本当は。うん。だどんな状況においても私は帰らないって言うんだけど、まあ、さっき言わない方が良かったかな、えー。言わないと調べるじゃないですか。それ大事。ね。えー、いうことで、ザ h ビ b フォ o u r Foot o d a y ここまでのおめでたい寺島良樹でしたけど、わざと役言わないときすその時に自分で調べる癖をつけると、英語力が伸びます。